やあ、ショーン。やあ、パパ。ああ、おやつの時間だな。お腹？そうだね、ちょっとだけ。基地に何かあるか見てみるか。ほら、ショーン、おやつだ。ありがとう。両親が教会から戻ると子供たちがいなくなっていました。両親は子供たちを探し、名前を呼び、泣き叫びました。子供たちの姿を見ることは二度とありませんでした。
風邪ひいたんじゃないか。薬あるかちょっと見てくるよ。ほら、飲みなさい。だいぶ楽になるぞ。ありがとう、パパ。ジョン、そろそろ宿題やるか。宿題？もうちょっとテレビ見てちゃダメ。その後でいいでしょ。今は終わらせた方がいいだろう。そしたら後は自由だ。カバンを持ってきて、キッチンで用意しなさい。パパが手伝うよ。パパ終わったよ。テレビ見ていい？見せてごらん。よし、いいぞ。宿題は終わった。行きなさい。夕飯にするか。うん、食べる。お腹減ったよ。よし、何があるか見てみるか。できたら呼ぶよ。
おいでショーン、夕飯だぞ。今行くよ。へえ、お手玉なんかできたんだ。久しぶりだけどね。今度教えてくれる？ああ、もちろんだよ。学校はどうだ？先生は優しいか？特に問題ないよ。さあ、ショーン、寝る時間だ。まだ眠くないよ。もうちょっと起きてていい？いや、パパの言うことを聞きなさい。明日は学校だろ。もう寝るんだ。わかった、寝るよ。パパも寝るの？歯を磨いてパジャマに着替えなさい。すぐ行くよ。ありがとう。おやすみショーン。おやすみパパ。ん？どうして悲しそうなの？パパには少し時間がいるんだ。
元に戻るためにね。ジェイソンのことはパパのせいじゃないんだよ。おやすみショYeah.